おはようございます。10月20日金曜日、古澤智子です。西根龍二です。さあ、そして赤つながりといえば、なんか、はい、昨日、はい、西根さんの旧ツイッター X っていうんでしたっけ、はいはいはい、あれでなんか、そうなんですよ、荒れてたんですか。トレンドやらかした、やらかした、やらかした、あのいい方の炎上ですね。あら、旧ツイッター X と Yahoo の急上昇ワードっていうので、僕が主演したデカレンジャーというワードがですね、はあ、1位になりまして。嘘、はい、その理由はこちらなんです。見ていただきましょう。なんだろうこれ、はい、あの特捜戦隊デカレンジャー20周年記念作品の上映が決定したというのが一昨日で、はい、それで急上昇1位になったんです。すごいですね。すごいですよ。これ夜だったんですよ。で、夜のタイミングって CS ファイナル初戦だったわけじゃないですか。で、阪神の近本選手とかも上がってたんですけど、デカレンジャー近本に勝ちました。やったすごい。まあ、でも、はい、これデカレンジャー全体でだからね。サイネーさん一人でじゃないから分かってるってその作品の力っていうのは分かってるんですけど、まあまあ嬉しいことで、ね、よかったら見ていただければと思います。20年ぶりなんですか、メンバー集まったのは。これ20年ぶりのメンバーの20年ぶりの写真です。写真でしょ。写真自体はね。でもね、10周年の作品とかもあるんですよ。ああ、なるほど。あるので定期的には合ってるんですけれども、うん、まあ、今回20周年ということで、はい、こういう作品になってます。わー、かっこいい。これから変身するところです。はい、で撮り直したってことですか。そうです。もうね、撮影は終わってました。あ、こんなのもあるんだ。これはですね、デカレンジャーですね、デカレッドスワットモードっていうフォーム。かっこいい。で、この映画でですね、またさらな新たなフォームが登場するということで、特撮ファンがね、すごく興奮しております、まあ、その頃見てた人たちも大人になってますもんね。そうですね。そういう人たちが懐かしいなと思いながら見たりするんでしょうか。いや、本当ですね。ね、いや、楽しんでもらえればと思います。サイネー君は10年ごとに稼げるってことですか。言い方、言い方。次30周年でしょ。次40周年でしょ。いや、もう30周年もさすがに多分ないと思うんですよ。あー、デカレンジャー会いたくなかったかな、ね、会いたくなかったっていうことですか。はい、はいはい、気を取り直して福袋です。はい、今日の福袋プレゼントを発表します。今日はこの今日のコメンテーターは仏のナビゲーターの増田真理さんです。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして担当するのはこの方です。はい、おはようございます、梶谷原です。